はい、もこうと申します。ズルズルどうも、ズルズルです。はい。今日、スル君とね、はい、動画をちょっと撮らさせてもらって、その回なんですけど、はい。スル君のチャンネルにね、またちょっと出させていただきます。ありがとうございます、本当に。いや、とんでもないです。いや、もうめちゃ、毎回もうそうやってもらうと美味しくて。いやいや、もう本当に良かったです。美味しかったな、マジ良かったです。わかったわ。わかったわ。もこうさんも結構食いますね。がっつり。そうだね、食べるとき本当にかなり食べる。うん。やっぱ本当にスル君に教えてもらったジム、はい、今も行ってたけど、はい、まあ、やっぱ、なんだろうな、その、体動かすっていうのが本当に大事だなっていう。いや、大事っすよね。通過してて、はい、で、どう、はい、今年の抱負みたいな。今年の抱負っすか、うん、あー、今年、僕一応目標あって、うん、歯医者に行くっていう目標が。歯医者に行くの目標なの？歯医者、すげえ途中で俺終わっちゃってんすよ。あ、なるほどね。中途半端な状態で、うんうんうん、で、なんか、歯医者って一回サボると、うんうん、次行きづらくなるんですよね。ああ、わかる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 。それになっちゃってて、うん、しばらく中途半端な状態で放置してるので、うん、絶対今年中に行きたいなとは思ってますね。はい。そんなもう明日にもね、達成できそうなことだけど。本当はそうなんですけどね。意外と都内の歯医者って、予約取れないくないですか、うん、ああ、でも俺も歯医者、ああ、でもそうなんですよ。虫歯はね、もうない。ああ、そうなんですね。うん、虫歯あるんだ。虫歯、治療中の虫歯があるんですよ。あ、はい、治療中のやつか。それが、ちょっとそれほっとくとまずいな。あんま多分良くないんで。うん。なんか、予約して、治療するじゃないですか。うん、その治療した3週間後ぐらいに来てください、みたいな。うん、3週間後 ?3 週、そうなんですよ。いや、それはきついよ。1本の歯治すのに、なんか3、4ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよね。うん、それ歯医者が良くないですかね。歯医者の名前ちょっと言ってもさ、ダメでしょ。さらそうだって。一旦もう、それはもう、歯医者さらすのやぶしゃなんですけど。マジか、それはちょっと育休せるなぁ。そう、それでちょっといけてないですよね。なんで歯医者ってなんか一発で直せないんだろうね、あれ。確かに。うん。一発で一本直してほしいですよね。そう、一発でその時間ね、確保してさ、やれると思うんだけどね。本当はそうなんですよね。やってほしいっすよね。うん。歯は俺なんか。歯綺麗ですね。おぉ、歯並びは。歯並びめっちゃ良くないですか？歯並びはまあ矯正したから。あ、そうなんですか。いいんだけど。うん。歯汚いって最近言われる。マジっすか？全然大丈夫だと思うんですけどね。タバコ吸ってないのに、お前ヘビースモーカーだろうみたいな。っていうぐらいなんか歯が嫌い、綺麗、嫌いなんか汚いらしい。ええー、全然綺麗ですけどね。綺麗って言ってくれました、スル君は。いや、すげえ、歯並びがまず良すぎてビビりますね。本当に。まあ、めちゃくちゃ。歯は歯に関してはいいよね。僕もなんかそうですね、矯正したんで。うん、あ、その矯正派なんだ、はい。なんかあんまり。僕もちょっと黄ばんでるんですよね。なんで黄ばんじゃうんだろうね。なんかあれらしいっすよ。そう、うん、コーヒーとか緑茶とか飲んだ後に、うん、そのまま放置したりすると、なんか色素沈着みたいになるらしいっすよ。やっぱそれなんだ。なんかコーヒーとか飲んだ後は、うがいした方がいいみたいな。そうなんだ。聞きますね。あ、でもダメなんだ、コーヒー。はい。じゃあ、うがいしなきゃな。そうっすね。うがい大事ですね。はい。じゃあ、俺の目標は。お、なんすか。今年は、はい、もう、去年以上にもう、自分のペースで行く。あ、進んでいく。いや、いいっすね。そう、やっぱ YouTuber って、やっぱ結構その、はい、病んじゃうじゃん。まあ、俺は病む方なんだけど。うん。いや、わかります、めっちゃ。うわ、今日もちょっと動画上げなきゃな、みたいな。なんか、脅迫観念でもないですけどね。そう、脅迫観念。はい。みたいなので、はい、やっぱ動画を作っても、うんうん。全然なんか面白くならないし、確かになんか自分が、いやもうこれあげんのみたいな感じで、も今日あげてないからあげなきゃみたいな。うんうんうん、なんか極力そういうのなくそうと思って俺。自分の満足いく動画をしっかりアップする。自分が、うわ、これええの撮れたっつって、うん、これおもろいやろみたいなのだけを出しておく。うん。なんかもう、まず自分が楽しむ。あ、大事っすよね。そう。本当に。なんか、去年とか、はい、そのポケモンとかね、今あげてて、視聴者さんの反応見てて思うのが、はい、なんかやっぱ、その、自分がドヤーみたいな感じっていうよりかは、はい、自分が純粋に楽しんでるのに対して結構その視聴者の人が反応を多くくれてて。ほんと素直に反応してくれるというか。そう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 。うん、なんか、あ、それでいいんだなみたいな、うんうん、逆に思えて。確かに。今年はそれをちょっと徹底していこうかなみたいな。ほんと、まず自分が楽しむと。そうそうそう。楽しいと思うこと、本当にそれだけをやっていくみたいな。確かに確かに。うん、
いや、ほんとそうっすよね、うん。いや、楽しめないとちょっと。そう。やる気も下がっていく。なんか知らないですけど、再生数下がっていかないですか？いや、それあるあるある。なんかそう、なんか頑張ってるつもりなのに、みたいな。はい、それなりますよね。わかるわかる。で、なんで頑張ってるの伸びないんだろうって言って、またなんかさらに、そうそうそう。メンタルやられるみたいな。それがね、絶対そのタイミングってもう年に何回もあるから。ありますよね。うん。そうがもうちょっとな。はい。なるべくな。そういうのに左右されないように。そう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 。自分の芯を持ってやれたらいいですよね。そう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 。あとだからもう一個ジム、はい、その駿君同士のまたフィールボディさんのね、フィールボディ、はい、もうちゃんと週2ペース通って、はい、だから体脂肪を今もっと落とす、うんうん、いや、うん、そこはもうめっちゃいい目標ですよね、やっぱ落とします、はい、運動、うんうん、ね、これ最近なんかよく言われるのリスナーに、もうなんか結構俺生配信とかでもうジムの話ばっかりしてて最近。ああ、そうなんですか、はい、それでなんかお前モテるために始めただろみたいな生きる、肝だが生きってるじゃねみたいな感じで、結構言ってくるけど、はい、いや違うやん、うんうんうん、でやってみると違いますよね。そう、違うでしょやっぱ、はい、あ、これはもうその自分のほんの老後のためだなみたいなとか、あ、もうみたいな感じっすよね、そうそうそう、本当に、うん、私こうやって突き耐えてなきゃ、うん、動画撮れないつか撮れなくなるなっていう風に感じるよね。めっちゃわかります。そうそう、だからそうならないように、うん、やっぱ体をちゃんとメイクしていくですね、うん、それを徹底したいなっていう、うんうんうん、そう思うね。やっぱもう本当体は資本とは本当よく言ったものですよね、うん、そう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 、やっぱ体は資本だよ、はい、体ダメになったら何もできなくなりますね、うん、何もできない、本当に何もできない。やっぱジム通うことによって、うん、そのジム行くと疲れるって思っちゃってたんですけど、もともと。でも、ジム行くと疲れなくなりますよね。いや、わかる。逆に疲れなくなる。はい。それめっちゃ疲れないし、うん、ジム終わった後のあの爽快な、すがすがしい疲れというか、うん、あれ、他でなんか変えられなくないですか？あれはわかる。あれはもう何にも変えられない、やっぱ。いいっすよね、やっぱ。体を動かすことでしか得られないからね。あのね、感じね。本当に。いやー、いいっすよね、でも本当に。あれはいいわ。結構やっぱ、ジム行ってから生活習慣とか変わりました？あ、でもだいぶ変わったと思う。昼寝とかしなくてよくなったの。あ、めっちゃわかります、それ。うん、本当に。はい。二度寝とか、二度寝っていうか、そういうのが減りましたね、昔に比べて。減った、めっちゃ減った。なんか前はほんと朝起きてご飯食べたらちょっともう一回寝るみたいな感じになってたんですけど。めっちゃわかる。はい。それがなくても良くなりましたね。ね、はい。食後、尋常なく眠くなってたもんね、今まで。うんうんうん。めっちゃわかります、本当に。めっちゃわかるな、本当。体幹っていうのか、なんか。はい。体幹という。体の芯が強くなって、はい、こう、なん、こう、ずっしりみたいな。なんか、わかりますよ、めっちゃ。なんか、へにゃーみたいな感じだったし、今まで。はい。ちゃんと地に足つけて立ってる感じがしますよね。体幹鍛える。それ、はい。すげえわかるな。うん。なんか足の指で大地を掴んでる感じになるんですよ。あ、でもお前その例えね、はい、ベスト。マジっすか？ドンピシャだよ。その例えだよ、まさに。なんかこうそういう感じするんですよね。うん。うん、それだわ。はい、だからな、やっぱ体、ちょっとね。期待でいきましょう。いやいや、本当に頑張りたいですね、今年も。まあなんか、変にめっちゃ頑張るとかじゃなくて、ちゃんと週2でやり続けるっていうところを頑張りたいですね。そう、やり続ける。なんかもう、継続が大事ですかね、結局なんて。全ては継続っすよね。そう。なんか、そういう感じっす。はい、いや、そういう感じっすよね。僕もジムは頑張りたいですね、今年も。そういう感じで、はい、そこ最近でも任天堂スイッチ買ったようで。あ、僕も買いましたよ、スイッチ。はい。何やってんの、スイッチで。スイッチで僕はあのマリカーを、ま、マリカーやってるんだ。マリカーやってます。本当に今更感はありますけど。え、今更でしょ。やっぱそうなんですね。4年前のゲームだよ、4年前の。え、4年も前なんですか。4年前だよ。え、マジっすか。2016年の4月に出て。あ、4年前っすね。うん、やべえな。めっちゃ古いゲームなの。めっちゃ今超楽しんでやってます、そのゲームを。マリカはもともと好きだったので、割と、うん、マリカ好きだったんだ。まあ、あのゲームボーアドバンスのマリカをやってました、すごく。あ、アドバンスのマリカ、マリオカートアドバンスみたいなやつやってて、うん、あった、はい、なんか Wii のマリカもちょっとやってて、うん、最近も Wii のマリカやってて、なんで今 Wii のマリカってなんだよ、あの何、え、マリオカート Wii、 マリオカート Wii か、あ、あのハンドルのやつか、
ああ、そう、それが、それもできるやつ。それやってるんだ。それをやってたので、うん、なんで今、この古いやつやってるのかなと思ってスイッチ買って。あ、それで買ったんだ、スイッチ。はい、あんま、それくんね、なんか、6円のスマブラとかさ、しょっちゅうやってるイメージあって、ああなんか、好きですね、あんまり新しいのやらないイメージあるからさ。そうです、結構、そう、新しいものがあんまりこう、得意じゃないというか、うん、なんですけど、ちょっと思い切って、スイッチ買ったらでもめちゃくちゃ良かったですよ。買ってよかったなと。買ってよかったね。スルくんちょっと今度またさ、はい、もうちょっとなんかレベルアップしたらさ、はい、対戦しよう。やりたいです、ほんと。ちょっと早く そのレベルまで上がっていきたいですね。俺、マジで、かなり早い俺。いや、早いですよ、絶対、モコウさん。かなり早い。モコさん、レートもかなり高いじゃないですか。レートも高い方、かなり。いやちょっとそうなると、なかなか、僕ももうちょっと修行しないと、相手にならないと思うんで。まあ、でも、あれだよ、いつも何使ったキャラ？最近、キノピオを使ってますね。えめっちゃ弱キャラみたいな感じの。キノピオはそうだね。はい。もう、スマブラでいうところの、もう、あれだよ。なんだろう。ピチューですか？ピチュー。ピシュ。え、そんな雑魚キャラなんすか、キノピオ。いや、もう本当に。軽量系がね、弱い、そもそも。そうなんすか、モコさんいつも何使ってんすか。俺、ガチの時はね、ロイ使ってる。サングラスかけた。ああ、はいはいはい。とか、やっぱ重量級。重量級の方が強いっすね。そう、俺も本当はしずえさんを使いたいんだよ。でもやっぱ、ちゃんと勝とうとしたら、重量級を使わないとね、結構きつい。それとか、あと悪い字とかね。あ、悪い字も、悪い字って結構バランス型ですか？結構バランス型。軽いやつダメなんですね。軽いのね、弱いんですよ。あ、そうなんだ。まあでも、はい、うん。まあでもいいと思う、その考え。好きなキャラを使うっていう。そうそうそう。もともと僕、ベビーピーチ使ってたんですよ、ずっと。あ、ベビーピーチか。ベビーピーチ、うん、あんまりなんか、ネット対戦だと勝てないなと思って、それでいろいろ調べてキノピオを使ってるんですけど。重い方がいいんすね。まあ、そうだね。有利になりやすいかな。ぶつかった時にその、勝てるからですか？あ、それももちろんあるんだけど、はい、やっぱ加速が強くて。あ、スピードより加速を見た方がいいんすか？そうそうそう。徐々にその、どんどん伸びていくっていうところで言うと、やっぱ重量系って速いから、そういう、しかもやっぱマリオカートデラックス結構直線になってるとこ多くて。意外とありますよね。そうそうそう。うん、コースの的に。はい。やっぱ重力の方が有利だし。そうなんですね。うん、めっちゃためになりますね。そうなんですよ。周りの人誰もやってないんで、マリカマリカの話ができないんですよ。未だにね、もうやってる人いないでしょ。なかなか、うん、そっか、4年前のゲームって考えたらそれはやってる人いないわっていうのも意外とね、はい、いないんだよね。そうだったのかな。マジか。ようやく僕今150cc を全部埋めたんですよ、うん、星3つで。おお、埋めたんだ。あ、今ミラー途中までやっててって感じで、200はあれやった方がいいんすか。あ、でもやんなくてもいいんじゃない。やんなくてもいいんすか。うん、多分俺やってないと思う。あ、そうなんですか。うん、普通にもうオンラインしかやってないし。オンライン対戦もあれ200はないんですか。150もですか。あ、でも200出てくるよ。あ、たまにあるんですか。へぇ、だから200練習しといてもいいかもね。なるほどなるほど。うん、いやちょっともうちょっと頑張ってモコさんとバトりたいですね。うん、今度あれだな、マリカーと、はい、ポケモン剣盾 BO3 ね。ポケモン剣盾 BO3 ですか。ああ、もうお互いガチパーティーして2作俺絶対無理っすよ俺そんな。なんでなんで。でまあ超エアプですからね、僕本当、うん、動画しか見てないやつなんで、うん、剣盾は剣盾に入ってから、うん、もう実況もあんま見なくなっちゃいました。やっぱその新しいもの苦手っていうのが入ってきちゃってちょっと。じゃあもう剣盾の新ポケオンリーでやろうぜ。ホント勉強したんだな。何の能力も分かんないまま使うみたいな。フィーリングで選ぶやつを。フィーリングで。それ面白そうっすよ。そういうのもできるんですか。なんかあ、全然できる。へえ、やってみたい。パーティー作っといて。あ、ちょっとぜひぜひ。俺ポケモン対戦やってみたいですよね。やったことがないので。意外とでもね、やると楽しいよ。本当ですか。うん、やってみたいな感じで。それはあれやな、乙女とか好きやもんね。乙女は好きっすね。はい、未だに。うん、ゲーム自体は好きっすよ、やっぱ。いや、好きなんだ。好きです、好きです。いいね。最近やっぱ RPG とかできなくなってきましたね。ああ、わかるわ。時間が結構長い。長いもんね。かかっちゃう。なんか対戦ゲームの方が本当スパンが早いじゃないですか。マニカーとかもそうですし、ポケモンもそうですけど、そういう方が好きですね。はい。わかるわ。あれはどうなの？それでギャンブルとかやるんだっけ？まあ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 、好きっちゃ好きっすよ。はい。あんまり最近は行けてない。
最近まあ行けてないですね。ああ、はい。ギャンブルもな、まあたまにやっぱそういう刺さるね。そうですね。うん。なんかあのギャンブルって言うから良くない気もしません。ああでもなんていうか、うんうんうん、なんだろうな、あの、うん、運に任せる感じが気持ちいいみたいなないですか。それはね、はい、分かる、めちゃくちゃ。なんかありますよね。なんかギャンブルって言ったら悪いこと聞こえるけど、はい、で結論言えばその運に任せて来たみたいなやるのって、うんうん、別にギャンブル以外でもゲームとかでもそうだしね。あ、まあまあそうですよね、うん、そういうことガチャとかもそういう感じです。うん、うん、うん、はい、その気持ちよさですよね。あ、分かるわ。そこを求めてやってる感は、自分の努力じゃどうしようもないところをもうなんか全部神頼みで、はい、でそれでいい結果出た時の快感って、でも、ね、それでし か、うん、感じられないもんね。ですよね、うん、あれでしか味わえない感覚あると思うんですよね、やっぱ。うん、うん、だから俺競馬とかやったことなくて、うん、あ、競馬やったことない。競馬やったことないっすよ。マジ、あ、俺もないんだよね。あ、マジっすか、うん、え、行ってみたいっすよね、競馬。うん、行こうよ。ぜひぜひやってみたいっす、僕。やっぱなんかパドックとか実際に見てやった方が面白いっていうじゃないですか。 パドックってあの馬を、うん、馬が歩く場所っす。なんか最初にみんなの目の前をなんか馬歩いて見せるみたいな時間があるらしいですよ。あ、それ多分パドックですよ。あ、そうなんや。興味はじゃあある。興味めっちゃありますよ。一回は行ってみたいなと思いますね。はい、じゃあパルク競馬とか、はい、あれは競艇は、競そういうの一個もやったことないです。その競うってついてるギャンブルやったことないですね。うん、競馬競輪競艇とかやったことないです。じゃあ、はい、競馬ちょっとまだ、うん、ハードル高いから今度競艇行こう。競艇の方がハードル低いですか。競艇は6艇しかないからめちゃくちゃ当たりやすい。あ、当てやすいですね。あ、やってみたい、やってみたい。なんかね、ボートレース場みたいなのがあって、はい、そこでもう映像を見ながら好きにその場でかけるみたいな。うわ、なんか楽しそうですね。ところがあって、なんか去年ね、はい、友達とかとも行ったし、はい、あとその先輩とかになんかVIPルームみたいなの連れてってもらって。そんなんあるんすか。その一部屋2万円、まあ入るのに、借りるのに2万円かかるけど、ええー。そこでもうじっくり飯とか食いながら、モニターのもうチャンネル回しまくりで。めちゃくちゃ楽しそうですね、それ。常になんかもう6レース分かけるみたいな。やば、マジで。貴族の遊びじゃないですか。貴族の遊びみたいな。一回やらせてもらったんだけど、めちゃ面白くて、それが。いや、確かに楽しそうですね、それは。うん。ね、ちょっと、やりたいね。いいっすね。ちょっとぜひぜひ。競艇やってみたいですね。競艇って、その乗る人の実力みたいなの結構関わってくるんですか？運転手というか、の実力みたいなのも結構関係あるんですか？あ、もう、あ、だいぶある。むしろもうそこメインとか、ね、そこもあるし、あとモーター。ああ、もうボートの。ボートのそのモーターがもう決まってて、うん、どれを使えるとか、そことかはやっぱ上手い人見たりして。なるほど。うん、なんか、まあその実績で言ったらこの人だけど、今回そのボートのモーターはこの、あれが強いなってなったとか、いや、ここにちょっと厚く貼ったりとかするらしい。まあけど結局運プテンプだから、まあまあそうですよね、最後が運ですよね。最後が運だから、うん、割と適当にやっても当たるし、うん、いいな、やってみたいですね、本当に。そうね、ちょっと今度やりに行きましょう。ぜひぜひっていう感じですかね。まあまあまあ、なんか話しときたいことある。話しときたいことか、あとはなんかあるかな。本当にもう何の決まってない、フリートークの。もう20分ぐらい喋ってます。あ、結構何年間喋ってますか。喋ることはいっぱいあるんですよ、多分。うん、あるけど、なんかパッと出てこないですね。ああ、逆にな。はい。逆にさんって、車運転するでしょ。あ、俺免許持ってない。あ、免許持ってない。そうです。地方とか行った時って、もう基本、そしたらタクシーとかですか。あ、まあタクシーとかでした。え、その方免許持ってない。僕一応免許は持ってて。あ、免許持ってんの。はい。うわ、なんだよ。まあまあ、地方とか行ったら。え、自分で運転するの。運転することもあります、ね。ええー、そうなんだ。はい、あります、あります。マジか。地方のラーメンとか結構、あの、駅から離れてるとか。あ、まあ、でもそうだよね。はい。そっかそっかそっか。なんで、もう、レンタカー借りて一気に行ったりとかしますね。まあ、でも逆にそれ楽しいかもね。そういうのも結構いいっすね、食べて。はい。それくらいって動画撮るときでもいつも一人。ほとんど一人っすね。ほとんど一人なんだ。8割ぐらいは多分一人かな、おそらく。俺と一緒に行くときってさ、もういつも一人だけどさ、はい、逆にその、スタッフさんとかいるときって、あの、スタッフさんっていうか、そのなんか、付き添いみたいな。AV 女優の方と動画撮らせてもらうときは、うん、なぜかこっち側のスタッフ多いみたいなパターンはありますね。なんでか4人ぐらいすする側いるみたいな。4人もいる。はい。それ、なんですか。
たね。なんでなんみんな多分会いたいからじゃないですか。MJ 見たいからっつってちょっとスタッフを多めにしていくみたいな。去年だってすごく上原愛さんとか、さくらまなさんの話したっけ。さくらまなさんも前にコラボしてきました。やったよ、はい、だ指原莉乃さんとかやってなかったっけ。指原さん僕はやってないですよ。コラボしてないか。コラボしてないです。あの人でもスルファンだよね。なんかその結構見てくれてるみたいな話だよ、ね、なんかスル君の、ま、なんか業界受けやばいよね。なんかあ結構そうですね、業界の方も見てくれてます、ね、俳優さんとかも見てくれてたり、はい、いや俺も仕事とか一緒にやって、はい、今 YouTube の話の時にスル TV だけ見てるみたいな人割といいですか。その業界の嬉しいっすね。スル君の動画出てましたよねみたいな感じで俺のことを認知してる人いる。俺入りの人いるんですか。全然いる。マジっすか。全然いる。すごいっすね。嬉しいっすね、まあ、そんだけ多分多くの人がラーメン好きっていうことですよね。ラーメンも好きだから見てるってことですか。ラーメンも好きだし、やっぱスル君の食べっぷりも好きなんじゃないいや、お父さんもすごい気持ちいい食べっぷりしてますよ、マジで。食べるのね、好きですから、まあ、食べるのいいっすよね。ああですね、はい、ぜひはい、さらなるフリートークを、はい、フリーロゲッスやりましょう。もう終わってもいいけどやっぱどっちもいいっすまだあるなら喋るしみたいな。あでもとりあえずいろいろ話聞けたから、まあまあ、うん、ちょっと俺やります。え、マジでちょっと寄ってきちゃった。あ車、あ、じゃあちょっと一回さっき食べた量が尋常じゃないですけど、結構な腹パンですよ。お腹いっぱいですよ。腹パンになっちゃった。ちょっと一回落ち着きましょう。なんでその2人が腹いっぱいになって